どうしようかな、こっちから飲んできた。はい、それでは早速11時30分になりました。飼育係のとっておきタイム、ホッキョクグマのプールでランチを始めていきましょう。改めまして皆さん、こんにちは。本日はようこそ横浜動物園ズーラシアへお越しくださいました。本日ホッキョクグマの飼育を担当しております伊藤と申します。はい、私の声しか聞こえてない方もいらっしゃるかと思いますが、ホッキョクグマの目線の先、ちょっと高いところでお話をしておりますのでご了承ください。それでは待ちきれずにプールに移動してくれましたので、こちらのホッキョクグマからご飯あげていきましょう。上からねリンゴが飛んできますのでびっくりしないでくださいね。ズーラシアでは現在2頭のホッキョクグマが生活しております。早速プールの方に移動を始めてますのがメスのつよし。3月1日釧路市動物園からズーラシアに仲間入りをしました。昨年ですね、ちょうど1年が経過したところになります。そして陸の方でご飯食べてます。一回り体の大きいホッキョクグマ、こちらはオスのジャンブイ。ズーラシアの開園に合わせてロシアの動物園からやってきてくれました。ということで、ズーラシアとともに年を重ねておりますので、もう決して若いとは言えない年頃になってきましたが、大きな病気、怪我することなく元気に生活してくれております。そしてツヨシの紹介ちょっとさせていただきましょう。メスなのにね、なんでツヨシなのという声がまだまだたくさん聞こえてきます。生まれた時はオスだと思われていたからなんです。札幌にあります丸山動物園で生まれましたツヨシでした。この時はホッキョクグマの繁殖、日本では非常に久々でした。また生まれたばかりの赤ちゃん、とても毛がふかふかとしていますので、外見からではオスとメスの判別がなかなか難しかったようです。いろんなことが重なってオスと思われてしていたツヨシでしたが、その後成長して釧路市動物園に移動したところ、成長の後にやっぱりねメスだったということが判明したんです。ただそれまでずっとツヨシの名で親しんでもらっていたので、名前は変えることなく今に至っております。ホッキョクグマのオスメス、このツヨシとジャンブイを見ての通り、大人になりますとその大きさは随分と違いがあります。体重一つ取ってみても、今ジャンブイが330キロ、40キロあるのに対してツヨシは220キロ、その差も100キロ以上もあるんです。